はい、こんにちは、こうです。今日も漫画紹介やっていきましょう。今日紹介する漫画はね、ちょっと変わった異世界系の物語です。タイトル見た瞬間、男の人は惹かれたと思います。女性は、多分読まないかな、この漫画は。まあ、早速紹介していきましょう。今日紹介する漫画はね、大人向けの異世界転生です。こちら。異世界ソープランド、かぐやっていうね。もうこんなんさ、反則だよね。男は絶対読んじゃうでしょ。これね、めちゃめちゃ面白いです、本当に。まあ、簡単に言うと、男はみんな知ってる女の子と触れ合える風俗の最上級と言われるというのがソープランドだよね。そういうソープランドっていうのが全く、ない世界にポツンとできたらどうなるかっていうことを描いたお話ですね。マジでね、面白い。多分ね、男の人で多分こういうとこ行ったことない人っていうのももちろんいると思うから、どういうことをされるのかとか、そういったものを知るためにも面白いかと思います。まあ、簡単にあらすじをね、紹介しましょう。古よりドラゴンが蔓延し、竜を狩る者の存在が必要不可欠な王国トムル、まあそういう世界なわけですよ。このトムルっていうのは、まあ竜がね、ドラゴンが頻繁に出るから、やっぱそれを討伐する勇者っていうのがやっぱ重要視されてる世界なんでね。で、そういう勇者には貴族と同じ地位を与えるという、まあ、世界なわけだから、勇者っていうのは結構ね、住民から称えられてて、地位も名誉もあって、本当に何不自由ない世界が送れる、何不自由ないね、生活が送れるわけよ。ただこのトムルっていうのは一個条例があって、結婚してないとそういう男女の行為はしちゃダメだっていうルールがあるわけよ。これはさ、まあ言ったら独身の勇者とかには非常にきついルールなわけよね。まあ、確かにお金ももらえるし、名誉と地位もあるけどそういうことができないわけよ。そんな中、その勇者がとある知り合いにこっそり教えてもらうんだよね。とあるね、僻地のローゼンフィールド地区っていうのがありますよと。ここは何かっていうと、同じトムル王国の中なんだけど、僻地になってて、まあ、言ったら違い保険みたいな感じだよね。別の国なわけよ。そこにすごいお店があると。まあ、だからここ違う国なんだから違法じゃないし、すごいお店があるから行こうって言って誘われるわけよ。で、それで連れて行かれたのは、なんと日本が誇るソープランド。その名もかぐやっていうソープランドだったわけよ。なんとここは異世界とソープランドが繋がってるわけよね。うん。で、この勇者っていうのはそういうソープランドとか初めてだから、もう最初ドギマギするわけよね。きらびやかな服を着たお姫様っていうのが急に出てきて、それで自分にご奉仕をしてくれると。そこでは初めて見るものがいっぱいあるわけよね。このソープランドにあるマットだったりとか、ローションだったりとか、で、そういうものを使って、この世のものとは思えないほどの快楽を味わうわけよ。で、そこで、この勇者っていうのは、このソープランドの魅力にハマっていくと。まあ言ったら、このソープランド、ね、アワ姫って言われる女性だよね。キャストの人たちの、まあ、最高のおもてなしっていうのを堪能するっていうお話です。バカでしょバカだけどめちゃめちゃ面白いんだよね。まあ本当にね、ソープランドね、多分ね、なかなか行ったことない人も男性でも結構多いんじゃないかなと思います。結構敷居が高い感じするしね、店舗型で。けどね、あ、こういうことやってるんだとか、こういうお店なんだっていうことを知るにはすごい面白いし、でこれが、全く何も予備知識ないままここに連れて行かれたら、確かにこんなリアクションになるだろうなっていうぐらい面白いです。よく描けてるなっていうふうに思います。女性には全然おすすめできないけど、男性は絶対読んでみて、っていうか、まあ男性はこのタイトル見たら絶対読むでしょっていう感じの漫画です。ちなみにね、こちらの漫画は、こちら。漫画トップっていうこちらのアプリ。こちらのアプリで基本無料で読めますんで、よかったらぜひこのアプリを落としてもらって、異世界ソープランドかぐや、ぜひ一度チェックしてみてください。それではね、今回僕のこの話を聞いて、この異世界ソープランドかぐや読んでみたいなと思ったら、チャンネル登録、高評価お願いします。読んでよっていう人はね、下の方のコメント欄に感想書いてくれると嬉しいです。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。バイバイ。